こんなことやっていいのかてめえ。そうはいかないぞ。いいか、この決着はなくないぞ。この決着はなというところで椅子が飛びました。怒りで打ち振りを取りますラッシャー木村、気を取り直した。九州に入ったらこないの、必ず決着つけてやるからな。この山口県に行きますと色砂を飛んで会います。 SL の懐かしい音、海峡行く船の奇跡、そして瀬戸内海の穏やかな、日本海の荒々しい波の音、鍾乳洞に落ちる水滴の音、おいでませ山口。さあ今夜は山口県は山陰の城下町萩からの中継です。タイガーマスク対ミッチースノー、日米のフレッシュ対決です。ご覧のミッチースノーがまず入場、非常にハンサムな選手です。その瞳は群青色に輝く山陰の海のようでもあります。丁寧に神のお客様に一礼をして、そして己を鼓舞するように、そして愛嬌を時たま振りまいて、今リングに入場であります。アメリカ版アスナの物語、日本のファンのハートをつかめるかどうか。ミッチースノー、赤いジャケットに身を包んで入場です。一楽二萩三唐津、高い学長を持つ天下の名刀萩焼、名将たちが今日も土に命を吹き込んでいきます。さあ今度はタイガーマスク、彼にとっては一に天竜、二に天竜、三にも天竜、五も天竜、あの衝撃のデビュー、そして世界ジュニアチャンピオンから本物のヘビー級の虎戦士、まさに萩の七化け、使うごとに色調の変化が魅力な萩焼のようにしっかりとした足取りで大きく成長してまいりました。焼き物を知るにはまず土を知ること、そして火を知ること、己の力を知り相手を知り、そして打倒天竜を目指すタイガーマスク。明治維新発祥の地、決起軍の心意気を見せるかタイガーマスク、萩のリングに登場です。日本テレビ山口放送並びに番組のスポンサーから両選手に豪華な花束が贈られました。30分一本勝負、両選手の紹介。頑張れミッチー、若くて美しいミッチースノープロレス界のロ、新しい力です、決起軍です。タイガーマスク、砂漠レフリー和田恭平さん、そして解説は16万解説でおなじみジャイアント馬場さんです。先週放送の後楽園大会、決起軍敗れはしましたが、高野は反戦に非常に食らついていきました。中野も小橋と組みましてフットルースと流血ファイト、そして最も光りましたのが天竜組と戦ったこのタイガーマスクであります。さて馬場さん、このタイガーマスクのファイトというのはこのところどうですか。いやもう非常にね、張り切ってやってますよね。はい、でねまた技も研究してますしね。あ、うん、でもう天竜にね、はい、やっぱり意欲を燃やしてね、天竜に通じる技をというものをね考えてますよね。ああそうですか。やはり今馬場さんのお話にもありましたように、この全日本若手5人衆が頑張ろうと決起しました。そのチームリーダーとなります、精神的に大きくなりますと、チームリーダーになりますと、やはり馬場さん、こういった気の持ちようがファイトにも出てくるものなんでしょうかね。やっぱりね、はい、希望を持ってねやらなきゃいけないですからね、でもやっぱり自分たちもね、もう天竜が釣れたやつにね向かっていけるというね、はい、そういうね状態になりましたからね、張り切ってやってます。はい、岡山大会ではこのタイガー軍が天竜軍から初勝利を挙げました。そして、この前日の今日の前日の試合なんですけれども、高木が流血をしながらも20分間天竜軍と頑張りました。3人がかりのドロップキックも連発したということがあります。ショルダータックル、タイガーマスクが取りました。さあ動きが速くなりますとタイガーマスクの空中戦法があろうとミッチースノー巻き込んだ。もう1回タイガーマスクに堂々と勝負を挑んでいます。まあこの決起軍の動きといいますと、まあ、このシリーズは中野と高野が組みまして、来週放送の後楽園大会、川田冬樹チャンピオンのアジアタック選手権に挑戦。平均年齢25歳というフレッシュ対決、これはアジアタック史上初めてであります。そしてまた中野は淵の世界ジュニア王座に2度目の挑戦、2冠取りを目指します。これは3週間後放送の金沢大会でございます。まあ、その淵選手も言っていました、高木それからタウルやトリがスピードがついてきて、だんだんこれからいけるんじゃないか、こういうふうに話していました。また歌舞伎選手、石川選手は、ま、これからは技の組み立て流れではないかと、このように決起軍を評価しておりました。さあタイガーマスクです。非常にこの後楽園大会でも決起軍タイガー、こういう歓声が多かったんです。そしてこの地方に出ましても各会場で最
クトールをプレゼント、そして中にはその中から当選で、プロレスグッズをプレゼントというこういうファンサービスもあります。決起軍です。さあタイガーマスク、失敗を気にしていたら何もできないし前進もない、もう後戻りができないと語っていますタイガーマスクです。どうでしょうか馬場さん、かつて川田冬樹が天竜同盟入りしました時に足手まといになっちゃいけない頑張りました、このどうでしょうかタイガー軍の、高木太郎あたりもどうなんでしょうか、背伸びをする頑張るというのも必要なんでしょうかね、ちょっと背伸びをしてみるという、いやもうしてみなきゃ、背伸びをしなきゃなりませんよ。そうですか、うん、ですからね、ただね、対戦して負けたからってね、はい、もうしょぼくれないでね、やっぱりどうして負けたということをね考えて研究して、でまた次に勝つということをね繰り返していかなきゃね。なるほど、その高木あるいは田上、それから、この昭和村塾よろしく、試合前にはジャイアント馬場選手の馬場教室が開かれますけれども、この菊池選手ですとか、このリングサイドじっとこのタイガーマスクの試合を守っています。相手のミッキースノーがキーロック、に取っております。タイガーマスクとのグランドの展開、静かな展開になりました。サブクレフリーは和田恭平であります。このミッチースノーもね、はい、AWA でね、チャンピオンと戦ったりしてますんでね、そのキャリアは浅いんです。和島と一緒にスタートしてですね、はい、シャーロットで練習をした中ですからね、キャリアはないんですけどもね、はい、やっぱ成長著しいですね。あ、そうですか。この後楽園の開幕戦でも、非常にこの後楽園のファンに人気がありました。戸惑いながらも初めての日本戦線をいたしました、このミッチースノー。そのミッチースノーに強烈なエルボーが飛んでいく。後楽園大会では軽快なドロップキックを放っていましたこのミッチースノーですが、タイガーマスクのエルボーに倒れました。このエルボーもすごい。さあ今度はドロップキックだ、タイガーマスク。いや柔らかい体、強い上半身、腰、そして根性。さあ空中殺法か、フェイントをかけてミッチースノーさっと身を翻した。フェイントではあります。見事な返事作戦をも兼ねましたタイガーマスクの動き、大きな拍手、萩井市民体育館であります。馬場さんね、この控えしてきますとね、試合終わったタイガーマスクがこの体がピンク色になってるんですよ、はい、もう赤く蒸気して、これは好調な証拠なんですか。そうですね、すごく肌艶がいいんですよね。不調ということよりもね、やっぱり何でしょう、よくこの中で動いたという証拠でしょうね。あ、そうですか。まあ、タイガーマスク自身言っていますが、どうでしょうか、歌舞伎さん石川さんと組むとどうしても自分では気がつかないんだけども、どっか頼ってしまう。やっぱりこう、まあ、一本立ちといいますか、こう軍団の長になると違うもんですねと話していました。そうでしょうね、やっぱり頼ってしまうもんなんですかね。そう、もうね、エブテランがいると、いつでもね、相手、例えば歌舞伎がですね、パートナーだったらね、はい、そう、そのやられるんじゃなかろうかという心配をしなくてもいいわけですね。あ、なるほどね。やっぱりリングの上でね、負けるということは非常に恥ずかしいことですからね、はい、うん、そういう意味でね、その自分よりもパートナーがですよ、はい、まだキャリアがないとか、そういう不安があったらね、やっぱり心配になりますからね。あ、なるほどね。さあまたミッチースノーが切り返していきました。そのタイガーマスクであります。この決起軍と5人とミーティングを連日繰り返しまして、そう、決起軍らしさを負けてもいいから一つでも出していこうというミーティングを行いました。さあキックだ、タイガーマスクのキック、これはすごいキックだ。原選手の左腕を腫れ上がらせた、そして天竜の右手の感覚を奪ったキック、そしてフライングボディアタック、連続攻撃、タイガーマスクカウント2。馬場さん思い出すのは、後楽園大会場外フェンスで跳ね返ってのヘッドバット、これを天竜選手が高く評価しまして、とっさに、おっとカウント3か、大丈夫だ、とっさに出たとしましても、普段からプロレスを考え続けてないと出ない技、どうなんでしょうか。いや、出ないというよりもね、やっぱりもう本当にバランスが取れてなかったんじゃないの、できませんよね。あ、なるほどね。天竜らしい表現なんですが、馬場さんもこの決起軍ぐらいの年代の時は本当に一日中プロレスを考えていた、そんな時期ありました。そうですね、まあ、これ本当に寝ずに考えたなんですけどもね、はい、寝られないんですよね。あ、枕元にメモを置いてある、ですからもうやっぱり夜ね、そういうのを考えながらね、メモをしたりね、そうですか。その精進のタイガーマスクであります。
先ほどのキック一つに取りましても上下打ち分けてフェイントを入れてきたり、非常に相手にとってはこのディフェンスのしにくいというコメントがありましたが、そのキック攻撃、しかし攻守入れ替わってミッチースローです。さあロープ再登壇、フライングボディープレス、タイガーマスクカウント2で返していきました。どうでしょう、今日も飛び技を見せましたタイガーマスクですが、この飛び道具に関してはタイガーマスク、あ、今も見せます、あーっと、そのヘッドバットです。フライングのヘッドバット、後楽園ではフェンスから見せましたが、この軽さみたいなものがなくなったような気がするんですが、この飛び道具、そうですね、あっとジャーマンです。これでカウント3取るかどうか、あーっとカウント3です。最後はその馬場さんお話の重量感が出た空中戦法から、最後は18番のジャーマンスープレックスホールド、見事にミッチースノートの久々のシングルマッチ、7分50秒でミッチースノートを破りました。馬場さんいかがでしたでしょうか、初顔合わせの外人だったんですが。そうですね、まあ、やっぱタイガーはね、まだいろんな技を持ってますけども、それを出すまでもなく勝負がつきましたね、はい、落ち着いていたという印象だったんですが、いかがですか。そうですね、やっぱり余裕持ってるんでしょうね、はい、7分50秒、久々のシングルマッチ、ご覧のミッチースノーをタイガーマスクがやった一戦でございました。まだ行かない石川、立ち上がってくるのを待っているようだ、さあ来いという感じ、さあおっとこの頃多様の関節技か、石川を捉えに行った、おっと、足関節、ちょうど肩エビ固めのような形になりました。石川を捉えています。この天竜、それから歌舞伎、石川も声を揃えます。馬場さんちょっと聞いてください、客の歓声は聞こえるんだけれども、反応を敏感に感じ取らなきゃいけない、これは外人にも言える、若手でも言える、レスラーとは自分と戦い、相手の戦い、お客さんとも戦っているんだ、そういうことなんですね。そうですね、はい、さあ今日はどんなお客さんのニーズが、そしてお客さんの声がそれぞれの4選手その耳に達しているでありましょうか。さあ冬木が突進します。石川ちょっと捕まっています。しかし石川歌舞伎といえば全日本のもうタッグの名手、この辺どう切り抜けていくか、先ほどのこの5人組に全日本5人衆、若手5人衆のないものを見せるという話でしたけれども、ぜひこの組み立て、技のつなぎを見てほしいという石川歌舞伎でありました。さあその辺であります、どう返し、どう反撃を組み立てていくか、歌舞伎石川、ボストンクラブの体勢、冬木のこの表情、力が入っています。惜しげもなく4人が技を出し合っています。さあ歌舞伎のカットであります。はい、市民体育館、徐々に熱っぽくなってまいりました。さあエルボーを交わして、すごいチョップだ、これもすごいチョップ、石川の顔が泣いている。さあ今度は歌舞伎につなぎます、歌舞伎ザ・グレート歌舞伎、さあどうだ、アッパーブロー、空気を捉えています。ここは反撃のチャンスです。やっと今度はボディーだ、上下の打ち分けだ、うまい、考えている、ザ・グレート歌舞伎、冬木の動きが止まってまいりました。20年鍛え上げたアッパーブローが右左、今日は右左両方の手で打っています。さあそしてアームブリーカー、反撃してからの歌舞伎石川どうですか。いや、いいですよ、いいですか。徐々にこの腕攻め1点に攻撃を絞っています。この辺が馬場さん組み立てということなんでしょうか。そうですね、まあ、やっぱり勝つためにはね、やっぱ天竜じゃなく冬木を攻めなきゃいけない、これはやっぱり常識ですからね、はい、いわゆるこの歌舞伎選手は言ってましたが、我々は打ち上げ花火ではないんだと、どこでどういう技をどういう流れの中で使ったらいいか、そういうものを見せたいんだと言っておりました。ですからね、どこでどういうということをね、はい、どういうものを使うかということを試合前に考えてきてもね、その通りいきませんからね、はい、そこに臨機応変に出てくるのがやっぱりキャリアなんですよね。歌舞伎が石川を呼び込みました。エルボーを落としました。汗みどろの石川、張り切っています。同じ腕攻撃です。そして若い人たち、それから決起軍への注文として、歌舞伎石川はこういうものは試合をやって、あるいはこのリングサイドで見て覚えるんだよ、それしか教科書はないんだよと言ってましたが、そうですね、じみじみと今ジャイアント馬場選手がうなずかれました。腕を取って一箇所攻めです。石川もう一回、冬
末木の左腕、かなりダメージを負っているか。やはりこう腕を持ってられますと今のチョップなんかでも威力がなくなっちゃうんですか。それはね、手を振られますからね、体が揺れますから、はい、早くも10分が経過してまいりました。うまさを随所随所に出しておりますこの石川隆。萩からの中継、今年3月萩市は全国初の庭園都市宣言を行いました。この萩市民体育館は昭和54年に完成、全日本プロレスがテレビ中継するのは初めてであります。選手たちがこのよく見えるようにと客席が低くなっておりまして、アリーナ席に近くなっております。この萩市民体育館徐々に熱くなってまいりました。振り向き玉のボディアタック、冬木さあ返します。ザ・グレート歌舞伎、さあ歌舞伎の今度はトラスキック、歌舞伎もやる気満々だ。まだ左腕を離しません。そして今度はおっとおっとヒーロックです。古典的な技でありますがこれは効くヒーロック。今の選手はアキレス腺固めでもなんかこう頭を攻めていて、とっさにこの足をすくったアキレス腺固めいきますけども、これは腕を攻めて、そして腕へのキーロックですもんね。そうですね。ですからね、腕を取ったら自然にこういう技が出てくるんですよ。そうですね、自然に出てくる技が非常にやっぱり、はい、いいんですよね。そうですね、こういう時にはこれが効くというね、それがやっぱり分かるとっさに出るっていうのはね。そうですね。さあ今度はおっと石川が場外へ出ました。椅子を持ちました。さあ今度は試合が荒れてくるのか。天竜はまだ動きがありません。さあ2人で石川が歌舞伎が、この雰囲気を痛ぶります。さあもう1回リングの中に戻します。さあこの若手雰囲気を2人でプロの厳しさをみっちり教え込もうというのか。さあかかってこいとばかりに雰囲気のこの挑発も持ちました石川隆であります。さあ雰囲気立ち上がった、すごい汗の量であります。激しい戦い、スモーラリアット、スモーラリアット、これは石川のオリジナルホールド、メイドイン石川。さあ天竜が出ましたがカットはできません。相変わらず赤いコーナーに捕まっていますサムソン冬木です。いかにも石川という技、どうなんでしょうか馬場さん。やっぱり馬場さんには16問キックがある、それから逆水平がある、ヤシの実が割りがある、やっぱりこの人しか持っていないものを見せるのがプロとも言えるんでしょうね。そうですね、そういう技を、ね、どこでどうやろうかということを考えるわけですね。ですけどもその自分の思うように相手に乗ってくれる、そうするともう試合中にですね、試合の流れによってその技を出してるという順序はもう別になりますからね、逆になったりしますけども考えると、でもやっぱりそういうものを組み立てていく、この試合の中で組み立てるんですよね、初めて考えてやるのに、ね。馬場選手だっていきなり16問だけポコッと当ててもそうそう決まるもんじゃないですよね。はい、さあ試合の方はおっとおっとこれです、締め落とすこともできます。さあザ・グレート歌舞伎リングライン注目、これで締め落とすこともしたこともあります。ザ・グレート歌舞伎フェイスロックか頸動脈のあたりを締めました。そして今度はそのまま抑え込み歌舞伎と雰囲気の、高い模様であります。馬場さん今ちょっとうなずかれましたが、今のあれではねまだ落ちないというふうに、そうですか、手が回ってませんでしたからね首に、はい。さあ今度はそのザ・グレート歌舞伎から石川隆史だ、試合がちょっと長くなりました。フライングボディープレス石川が飛んでまいりました。さあ今日はちょっと出番が少なくなっています。雰囲気が5分沸騰という、失礼ロッキーバトルという感じ。さあその天井に石川が尺道を踏み上げた、石川が突進してきた、膝を踏み上げた天竜、さあ今までの薄席を晴らすような天竜の膝、石川ちょっとひねりました。その間に脇固め天竜さんという声が聞こえたんですが、いやっと救出には入れません。さあここは冬木一人で頑張らなければいけません。さあ同じようにすごい攻めだ、これは逃げられない、完全に左腕、もうちょっと手の色が変わって決めたような感じであります。冬木の左腕、それほど長い間攻められています。さあ冬木、先ほどはちょっと反撃の板口を見せたんでありますけれども、ここへ来てまたまたおとなしの体勢です。それだけ石川歌舞伎の攻めがすごいんです。これです、かなりこれ締められますと、もうちょっと腕がこれどういう感覚になるんですか。しびれちゃうんですよね。しびれるんですか、はい、痛いというとか言うんではなくて、痛いのはね通り越してます、まあ、痛い、確かに痛いですよ。通り越したんですか、なるほど。さあ
空いてる方の右手でチョップを打っていきます。もう必死の形相です。やらなきゃやられる、やられてしまう。冬木ひるんじゃいけない。我慢しろ我慢しろ。ちょっとへばってますね。へばってますか、スタミナがちょっとね、あれですかね、へばってますか。さあへごたれちゃいけない。冬木腰が落ちています、腰が落ちています。さあ冬木やらなきゃやられてしまう。さあ冬木、冬木どうだ。さあロープ飛ばした冬木。さあ逆さ押さえ込み、逆さ押さえ込み、逆さ押さえ込み。さあどうだ冬木、カウント2。さあこれでタッチか、タッチだ。さあ天竜、天竜やってやろうだ。さあ天竜やれた、やってやろうだ。さあタックル、天竜タックルであります。動きが速い、いきなり速い。さあ天竜何があるか。ブラボー、ラリアット、歌舞伎が出ました。返すところで歌舞伎にも、歌舞伎にも場外へ行って、あーっとトラスティック。そして、あーしかし歌舞伎ひるまない、歌舞伎ひるまない。チョップはもうだ、チョップはもうだ。さあ二人を相手にする天竜、サムソン行きはまだエプロンにもたれかかったまま。さあチョップが飛んでいく、チョップが飛んでいく。いやーっとすごい、すごい自分で気合を入れて、そしてエルボーか、エルボーだー、最高一発エルボーだ。石川に猛反撃、天竜に火がつきました、天竜に火がつきました。さあそしておっと、これはテキサスクローバーズホールドか、テキサスクローバーズホールドか。まだ体は反転していない。そのまま石川の両肩をつけようという体勢、力ずくで持っていく天竜。この表情、天竜の力強い攻めであります。さあおっと、サソリ固めだ、サソリ固めだ。石川の得意技、これはあの相手の得意技を打つっていうのはかなり、これは相手に与える心理影響ってのも大きいですよね。そうですね、ですけどもやっぱり得意としている人はそれを勝ってね、どちでも取り返しますよね。そうですか。さあサムソン冬木にあとは任せたばかりに、いい体勢でタッチを行った。さあサムソン冬木も行くか。さあやっと蹴りだ、蹴りだ。先ほどのスタミナロスがどこまでこの今エプロンの間に回復しているか。さあ冬木ラリアット、こらえすぎは体に毒だ。さあ今度は天竜、天竜、さあ天竜が行くぞ、天竜が行くぞ。さあロープに飛ばした、なんだーと、すごい天竜のラリアット、今夜乱れ打ちであります。今夜乱れ打ち、天竜のラリアット。石川が今度はロンリーバトル、先ほどはサムソン冬木が捕まりました。今度は石川を捉えようというところでありましょうか。さあさあキック、キック、キック、石川が反撃の糸口、スマートックル、汗がパーッと飛び散りました。うおーという石川も自らに気合を入れました。さあスモータックルの体勢だ、スモータックルの体勢だ。石川いった、スモーラリアット、スモーラリアットいきました。さあ石川もやる気満々、そして歌舞伎に、歌舞伎に行きました。やっと円髄、円髄、まさに技のてんこ盛り。さあ今度は冬木、冬木であります。さあ冬木ワンピン飛んで、あーこれは距離が足りない、惨めだ、ちょっとこれは距離の目測を誤った。さあここはチャンス、これを逃さずもない。しかしおっと冬木も返した、冬木も返した。ファイティングエビ、カウント2、カウント2。さあ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 どうするのか。あっとスモールパッケージホールド、スモールパッケージホールド、カウント2。いやーもう馬場さんのお話を伺う暇がありません。さあさあっと今度は逆さ押さえ込み、逆さ押さえ込み、もう返し技の連続。この辺はベテランの歌舞伎。さあ石川タッチ、動きが速くなった。天竜が待っていた、天竜の足。さあ天竜が最高のプロレスを見せてやる。さあチョップだ、チョップだ。おっと石川足が砕けた、さあ腰が砕けた。さあ今度は歌舞伎を相手にする。さあ歌舞伎に、歌舞伎に、歌舞伎に。天竜のプロレスはだいぶ感覚、しかし石川が、石川が出た、石川が出た、カットプレー、カットプレー。そしておっと歌舞伎を上げろ、おっと石川マンディスエプレックス、冬木だ、冬木だ、私も汗がびっしょり。あーっと今度はラリアット、ラリアット、4者リミナルだ、冬木のジャーマン、冬木のジャーマン。おっとこれが4人リミナルで崩れてしまった、人間鏡が崩れてしまった。あーっとこれは大ボケだ、思わぬ展開だ、ハプニングだ、大どんでん返しであります。さあ今度は歌舞伎、今度はノーハプニングか。どうだ、バックドロップ、冬木を抑え込んだ。ブチという方言がありますが、ブチすごい、この萩の方言です。ブチはとってもという意味なんですが、ブチすごい試合でした。ジャイアント馬場さん、解説をお願いします。最後はお話聞く暇なかったんですが。そうですね、もう話をする間がないぐらいよくあのブチ勝利が出ましたですね。そうですね、どうでしょうか。まず冬木選手に聞きましょうか。
この原選手の負傷の分までということだったんですが、いかがでした。まあ、よくやりましたですね。ですけども、やっぱり腕を取られてですね、10分ぐらい攻められっぱなしでしたね。そこでもうスタミナもなくなりましたしね。なるほどね。まあ、来週の放送、高野中野の挑戦を受ける、ちょっとかなりダメージです。アジアタッグ選手権試合がありますが、その辺がちょっと課題になってくるかもしれません。馬場さん、もう一方のこの歌舞伎石川、決起軍とは一味違うものということだったんですが。そうですね、無駄な動きがなかったですからね。ははですから、このもっとももっと無駄に動いてしまうとね、天竜の技にもっとかかったりね、冬木の技にかかったりするんですよね。全日本軍が最後は冬木を打ち破りまして、天竜軍を破りました。夏の陣はハンセンボディの堂々の攻めが目立ちます。やってまいりました。特にご覧ください、ハンセンが鋭い歓声でピリピリしています。近づけない雰囲気を周りに醸し出しています。ハンセンが怖い。本気になったハンセンが何かどえらいことをやってのけそうな参院萩の戦いであります。ハンセンボディが日本海の荒波に堂々と立ちました。鶴田真島、覚悟はいいか、そう言っているようです。両チームの紹介だ。まずテリーゴディの紹介。キャリア14年、テリーゴディが日本で初めてベルトを巻った。狙うぞ全てのタイトル。怒りは頂点に達しているスタン・ハンセン。鶴田のパートナー和島、決死の復活ドラマは自分で作ってほしい。和島、世界タッグチャンピオン、3連戦をどう乗り切るか。ジャンボ鶴田、萩大会名イベント、60分の一本勝負。解説は、ジャイアント馬場さんでございます。ハンセンボディが世界タッグを狙う。あ、これがハンセンだ。そしてハンセンは単独で天竜の UNPWF を狙います。さあ、4人の選手がリングの中に入ってまいりました。ハンセンの表情が険しい。そしてそれ以上にテリー・ゴディの猛烈な眼光鋭い表情、スタン・ハンセン、テリー・ゴディであります。ハンセンの夏の来日、勢いが感じられます。そうですね、馬場さん。そうですね、あの秋田大会での60秒失神事件、そして UNPWF ダブルタイトルの敗北。ここでハンセン復活をかけまして、鶴田康の世界タッグ王座への、挑戦、これはもう来週の放送に近づいてまいりました。高松決戦を控えての今夜の萩大会であります。さあ、テリーゴディが出てきた。まずは輪島の登場だ。輪島であります。さあ、輪島にガンガンまず大きな猛烈なパンチを見舞いました。テリーゴディが動き出した。さあ、タックルは効かない。輪島タックルは効かない。もう一回行くか。おっと、テリーゴディのタックルもどうやら抑え込んだ。相撲タックルだ。表情が険しい今夜の輪島。ま、輪島を取り巻く環境も馬場さん、随分変わってまいりました。あのタイガーマスク中野、高木田上、高野が、若手5人決起軍を結成、一気に打倒天竜同盟の戻しを上げました。輪島の存在がやや宙に浮いたような感じですよね、馬場さん。ですね、頑張らなきゃいけませんね。ズバリどうですか、今日は試合前の馬場教室、この輪島選手を相当馬場さん、いわゆる可愛がっておりましたけれども。はい、ですけどね、力やろうというね、はい、まだ言おうかないですね。そうですか、マナ弟子ですからね、なかなかこういう風に聞きますと難しいかと思いますけれども、何を今日はレクチャーしたんですか。いや、でもね、左の腕を痛めてますでしょ、はい、ちょっとね、練習をさせるとこうなっちゃうんですよね、左の腕ね、手首のところバンテージですね、このシリーズ痛められました。さあ、いつの間にかテリーゴディからスタン・ハンセン、このスタン・ハンセンの怒りを買ったら大変だぞ。しかし、この3連戦あたりはずっとシックスメンタグマッチでハンセン組との勝負をしてるんですが、この輪島のパートナーの鶴田が言ってましたけれども、輪島はなかなかやりましたよ、横綱は一回やりましたよ、このパートナーの鶴田が言ってますがね、気を入れてね、やってはいるんですよ。はい、さあ、気を入れて正面から立つ相手はテリーゴディだ。ハンセンとテリーゴディのこのタッチの速さは何でしょうか。これはいよいよ来週の放送に迫りました高松大会、鶴田八つの世界タッグ王座に挑戦するんでありますが、このタッチプレーは何を意味しているんでしょうか。非常に今日つなぎ早いですね、馬場さん。そうですね、ですから輪島がね、このハンセンとゴディを相手にしたらね、どのぐらい攻められる、どのぐらい今度自分が攻めていけるということを計算しなきゃいけないですね。そうですね、自分がやられる分をね、いかにそのダメージを少なくジャンボに変わっていくかということも考えなきゃいけないですね。そうで
そういう計算がねやっぱりまだ輪島にはできないですね。はい、テリーゴディの猛攻を受けています。若手の5人がのろしを上げました。若手に刺激を受けて思い通りのいわゆるレスリング道を歩むことができるんでありましょうか。さあ今夜は馬場さん、世界タッグチャンピオンの鶴田とチームを結成させたわけですけれども、これは何か意義がありますか。やっぱハンセンとね5レーンに、ね、当たってみなきゃ、もうどんどん当たっていかなきゃねダメなんですよね。そうですか。経験が少ないんですからね。はい、わかりました。輪島からジャンボ鶴田だ。注目の輪島と、ジャンボ鶴田とサン・ハンセンの戦いぶりであります。ジャンピングニーパッド外された。おっと、全シリーズからこのジャンピングニーパッド、世界を取ったジャンピングニーパッドを外したレスラーはいなかった。さすがハンセンであります。さあやり合うぞ、プロレス界のガリバーハンセン、そして世界の頂点に立った鶴田、これは非常に面白い、対決であります。どういうスリリングな展開になっていくんでありましょうか。ロープにがっつりと押し込んでまいりましたスタン・ハンセンであります。この対決はまさにこのプロレス界のスーパードライ戦争と言えるかもしれません。逃げるか追いつくか、鶴田ハンセン。さあこのシリーズですけども、馬場さん、このハンセンの技の多彩さといったらないですね。あの、ね、ぶつきも打ちますもんね。驚きましたね。それでもやっぱり、ね、向かってきてるんですよね。そうなんですね。さあ今日はもうテレビ中継ですけれども、果たしてスタン・ハンセン、この、まあ、頭突きというのは、まあ、殺人兵器なわけですけれども、それはプライドの高い選手はあまり出さない技なんですが、スタン・ハンセンが頭突きを出したんです。さあ鶴田が答えます。鶴田が答えます。ですからね、そこに相手の頭があるとね、はい、手を出すよりも頭の方が早い時あるわけですね。はい、そうですね。頭の方が早いんですよ、実は。ですからね、やっぱりやられるよりもやった方が早いですからね。痛くないですからね。なるほどね。それからもうプライドも名誉もかなぐりしてて、何しろタイトルが欲しい、この執念でしょうかね。そうですね。ですからね、相手が、ゴルトゴルトになってきますから、ね、はい、プライドも一番もありませんからね、次も何度も出しますよ。なるほどね。さて改めてタイトルマッチスケジュールをご案内いたしますけれども、来週の放送、高松大会、ハンセン・ゴディがこの鶴田八つの世界タッグ王座に挑戦、高崎大会は高松の勝者に天竜原が挑戦、31日もあります、何しろ3連戦です。函館大会では高松の勝者対高崎の勝者が対決、そしてハンセンは単独で天竜の UNPWF に挑戦、これは27日長野市民体育館で行われることが決定いたしました。いずれもハンセンが絡んでくるこの4連戦のタイトルマッチでありますが、どういう流れになっていくんでありましょうか。もうジャンボ鶴田も十分にこの辺りのスケジュールは知っています。さあこの萩大会は前哨戦ということで、俺が頑張らなければとこう言っています。さあ輪島が助っ人に出てまいりました。ハンセンの動きです。シックスメンタグマッチだったわけですけれども、足の腹の額が13針切れたそうですね、馬場さん。そうですね、はい、いや怖い男ですねこのハンセンというのはね。まあね、ハンセンもそうですけど、今回ボディがね、低いものを張り切ってますしね、スピードもありますしね、はい、すごいんですよね。そうですね。ですからね、やっぱ今この2人が一番その調子も良くてですね、怖いんじゃないかと思いますね。ああ、そうですか。ということは高松大会を一つ占ってもらいたいと思いますが、ハンセンとヤツですけれども、両方ともすごい勢いが出てきたということは、ちょっと赤信号が止まったと見ていいですか。まあね、このチームはね、いつでも赤信号ですよね。ああ、なるほど。対戦するときは、はい。さあウエスタンラリアットの姿勢を見せましたが、青い鉄柱にスタンハンセンの左の腕が当たってしまいました。輪島が外で待っている。さあ左の腕を潰しに行くのは前哨戦のこの萩大会は、これはもう巧妙な作戦だ。ジャンボスーパーはやはりインサイドワークを使ってまいります。頭のいい鶴田であります。世界タッグ王座チャンピオンの鶴田が大きく非常に眩しい感じがいたします。またやってきた、あのロードウォリアーズに勝負に勝ちました。喜びは大きいと思います。インターナショナルタッグ王座は38代目にして世界一のベルトになったのです。オリンピックイヤーにふさわしい金メダルのタイトル、これが鶴田に転がり込んでまいりました。まあそれにしてもこの全日本マッチの戦国時代、天才新人に学んだこの格欲の戦い、あの勝負言っておりましたけれども、まあ、字のごとくロードウォリアーズという巨大なこの要塞を包み込んだ天下を統一したジャンボ鶴田、ロイヤルロード我にあり、そういう感じがいたします。鶴田であります。鶴田の大きさが馬場さん改めて知らしめた、そういう感じでしたね。そうですね、ウォリアーズもね、はい、あの確かにパワーとかね、そういうものは強いんですけどもね、はい、試合の流れとかね、熱気さとかね、はい、そういったものはね、やっぱこの2人、ゴディとね、ハンセンには
少し劣るんじゃないかと思いますね。そうですか。粘りという点ではね。解説のジャイアント馬場さんはロードウォーリアーズよりもハンセン・ゴディニョが一枚上というそういう格付けであります。さあお話の間に輪島が出てまいりました。それからもう一度馬場さんをお聞きしたいんですけれども、ジャイアント馬場さんのアメリカからの大きなお土産、鶴田康のインター PWF タッグの統一のベルトに世界の権威がつきました。世界の冠がつきましたよね。大したもんですね。アメリカにもね、団体がいくつかあるんですよ、ですけどもウォリアーズを倒した、ハンセン・ゴディを倒した、まあ去年のですね、最強タッグに優勝したということがやっぱりまず一番に趣を置いているところなんですよね。なるほど。それにウォリアーズに勝ったということはですね、はい、もう文句はないんじゃないかという。そうですね、はい、そうですね、本当に立派なタイトルです。世界がついた世界タッグ王座チャンピオンチームのジャンプするか、場外での一戦からまたリングの中に入ってまいりました。さあスタンハンセンを輪島に預けます。スタンハンセンを輪島に預けます。今夜の輪島は非常に気迫が満ち溢れています。まあ、やはり若手に刺激を受けているんでありましょう。やはり世界タッグチャンピオンの鶴田とチームを作りますと厚みが出てまいります。今夜の輪島、今のところ非常にいいじゃないですか。そうです ね、 ね、攻め込まれると、ね、弱いところありますからね、はい、攻め込まれないうちにジャンボが変わっていけばいいんですよね。そうですね。さあ大好きな日本海、今日は萩のリング場だ。ふるさと七尾の海でもう走りまくりました輪島、褐色に焼けています。コンディションはいい状態でこのサマーアクションシリーズに乗り込んでまいりました。表情も生き生きとした、まあ、復活した輪島と言っていいのかもしれません。さあ再びジャンボ鶴田が登場してまいりました。ジャンボ鶴田とスタンハンセンだ。スタンハンセンにはどういうインサイドワークを使うのか。目の上のタンコブであります天竜同盟のアシラハラは13張り切られました。よもやジャンボ鶴田はないと思いますが、ここはスタンハンセンには力なら力でいく、技なら技でいく、そして最後は頭で勝負、俺の方が頭はいいよと、こういう風に言っております。ジャンボ鶴田でやります。容赦しません。鶴田の攻撃、スタンハンセン対策としては馬場さんどうですか。いやもう左の腕をね、通すということはもう一番いいことですよね。はい、鶴田城は動かずといったそういう展開の今夜の、まあ、前哨戦でありますが、まあ、いずれにしても馬場さん、本番は高松の対決ですからね。そうですね。さあ今日はその布石を打っています。再びジャンボ鶴田から輪島へのつなぎ、輪島の表情が鬼のように変わってまいりました。さあいい表情に変わってまいりました輪島であります。チャンピオンカーニバルではあのブッチャー、それから天竜を相手に熱闘を展開、スーパーパワーシリーズもがむしゃらファイトを見せました。嵐は自分で呼び起こせ、嵐は自分で呼び起こせ、活劇は自分で作れ、後半は言っています。10分が経過したところです。さあしかしスタンハンセンがまた猛攻を受けてしまいました。こういう後手後手になったところ、さあどういう風に復活をしてくるんでありましょうか。再びテリーゴディがやってまいりました。馬場さん、テリーゴディも一回りまた体大きくなったような感じですね。そうですね、大きい選手ですね。ガリバーが2人です。スタンハンセンとテリーゴディ、さあテリーゴディ力で持っていく。キャリア14年にして日本でのタイトルはまだないんです。何としても取りたい世界タッグの王座だ。さあ高松で夢が叶えられますか。テリーゴディ日本にもファンがいっぱいできてきた。さあ追いかけた鶴田、頭を使うか、またかいくぐった、なんだジャンピングに当たりました。ジャンボ鶴田のジャンピングニーパット、すごい勢いで当たりました。やはり磨き抜かれた伝統の技、こういう感じがいたします。鶴田のジャンピングニーパット、一味も二味も違います。しかし今度は力の攻撃、リングの中ではインサイドワークを引き出せなかったテリーゴディとスタンハンセン、場外の乱戦になってまいりました。さあ場外でまだまだウエスタンラリアット、左のウエスタンラリアットを温存しておりますので、さあスタンハンセンまた再びテリーゴディの力を借ります。テリーゴディがリングの中であります。萩大会大いに燃えてまいりました。さあ今度はフライングボディシザース、体ごと当たります。フライングボディアタックで鶴田を倒しました。飛び技も出しますテリーゴディ、そして魚雷ラリアットもありますが、どこで打ってくるか、これが合体殺法か。スタンハンセンが2ドロップを打ってまいりました。顎の先端を打ち砕きます。相手の肉を削り取る殺法、これがスタンハンセンでありますが、生き返った復活したスタンハンセンは猛烈に怖い。さあおっとちょっと打たれすぎましたか鶴田。パートナーの輪島の手を借りようとしておりますが、これをカットしました。そしてエルボーでの攻め、テリゴディのエルボーでの攻め、怒涛のように攻め込んでまいります。
鶴田が今破れ打たれてるんですけれども、馬さん、輪島の動きはどうですか、フォローの仕方は。今日は今入ろうとしてますね。そうですね、このタイミングはどうですか。今までね、はい、入ってね、何もしないで帰ってくるのは往々にしてあったんですよね。でそれはね、もう厳重にね、もういつ何とかして帰ってこいよと、助けてこいよというね、ことをね、ちっさくして言ってるんですよね。あ、なるほど、その教えは徐々に守られてはきてますね。さあ、輪島もどうやらこの場外乱闘に入り込んでいるようです。テリーゴディだけがリングの、あ、いや、輪島は行きません、輪島は行きません。リングの中で仁王立ち。さあ、場外乱戦はスタンハンセンと、ジャンボ鶴田。いよいよ来週の放送に迫りました高松決戦。この怖い相手、スタンハンセン、テリーゴディの挑戦を受ける世界タッグ王座選手権があります。そして3連戦があります。高崎では高松の勝者に天竜原が挑戦。そして31日、北海道函館に飛びまして、この高松の勝者対高崎の勝者の間で、世界タッグ王座選手権が行われます。3連戦でありますが、果たして最後まで生き残れるのは鶴田八つ組か、それともハンセンゴディ組か。熾烈な戦い模様となっていくでありましょう。さあ、今日は萩大会の前哨戦であります。おっと、スタンハンセンを包み込んでスモールパッケージホールド。この技でスタンハンセンは大きなタイトルを2度失っています。さあ、包み技に持っていきました。リングの中央からややブルーコーナーより、さあ、ジャンボジャンボと声をかけました輪島であります。輪島の動きも今日は的を得ています。こうやってね、やっぱり真剣にね、はい、今まではね、なんか縮まってるんですよね。そうですね。さあ、鶴田がちょっと打たれています。前哨戦の萩大会だけにちょっと弱みを見せたくないというのが気持ちでありましょうか。しかし、スタンハンセンとテリーゴディのつなぎがいい。今度はもう一回、おっと、大きなレスラーの山の上に2人、ガリバーの山であります。ちょっとスタミナをロスしたジャンボ鶴田、輪島の出がちょっと遅いような感じがいたしますが、輪島が来た、輪島が来た。さあさあ、打ちまくる、テリーゴディに打ちまくる、スタンハンセンも打ちまくる、肩を上げた、もうタックルで、おっと、スタンハンセンを送り出した。これはタイミングよく決まった、川津掛けから川津を落とし、さあ、輪島がテリーゴディからピンボールを取れるか。これは大金星だ、大金星だ、大金星、カウント1です。さあ、場外ではスタンハンセンとジャンボ鶴田、もう1回コブラ、今日コブラツイスト、コブラツイストに入ります輪島。ここでのコブラツイストはどうか。さあ、左手を上げた、黄金のラリアットを取っていく。輪島の首がぐらっときました。さあ、大変なことになりました。さあ、大変なことになりました。輪島が場外であります。今のウエスタンラリアットは攻め込んだところに来ましたので、相当効きましたね、馬場さん。そうです ね、ちょっと苦しいか、輪島がここで立ち上がらなくてはいけないんです。大きくならなくてはいけない。元横綱の名誉にかけましても、プロレスで体制しなくてはなりません。あー、輪島立てません。1回は這い上がってきたんでありますが、このハンセンゴディの猛烈な洗礼に遭いまして、再び場外噴死であります。さあ、鶴田が一人でスタンハンセンとテリーゴディの相手になっている。輪島がやはり勝つことができませんでした。場外噴死の輪島であります。残念な勝負でした。さあ、もう輪島をめった好きにする、輪島をめった好きにするスタンハンセン、テリーゴディ。いよいよ来週の高松大会は世界タッグ王座の挑戦試合が控えている。思う存分暴れまくった前哨戦の萩大会でありますが、若手結局軍も中に入ります。さあ、テリーゴディに一発打ちまくります。ヤツだ、いつの間にかヤツがこの先陣の中に入ってまいりました。さあ、場外での先陣の争いの中にヤツが入ってきた。ヤツと、鶴田は世界タッグの王座チャンピオンチーム。来週の放送高松ではこのハンセンゴディの挑戦を受けます。さあ、これこそ本当の前哨戦だ。場外戦国時代、やりまくる両軍団、やりまくる両軍団。さあ、まだまだ興奮状態が続いておりますが、冷静な放送席、馬場選手にお伺いしたいと思いますが、いよいよ来週に迫りました高松大会のこの大イベント、世界タッグ王座初防衛の鶴田八つ、相手はハンセンゴディですが、どうでしょう。そうですね、今日ね、ハンセンとゴディの動きはね、あんまり良くなかったですね。はい、ということはね、日本側の動きがあまり良くなかった、だから向こうもそれに合わせてるというね、はい、だからかえってね、良かったと思うんですよ。こっちの動きをバンバンやると向こうもバンバンやってきますからね。来週の放送は高松市民文化センターからの中継でありますが、鶴田八つ組、
杯ハンセンゴディの世界タッグの選手権、鶴田康文にとりましては初防衛戦の模様を中心にお伝えしてまいりましょう。今夜の萩大会この辺でお別れしたいと思います。解説はジャイアント馬場さんでお送りしました。馬場さん長い間どうもありがとうございました。全国のプロレスさんの皆様ごきげんよう、さよなら。全日本プロレス88サマーアクションシリーズ日程です。7月13日山口、14日岡山、16日高松、19日後楽園ホール、20日勝田、22日下妻、25日府中、26日金沢、27日長野、29日高崎、31日函館です。次週のこの時間は世界タッグ選手権、鶴田康文対ハンセンゴディ組ほかを高松市民文化センターよりお送りします。お楽しみに。